ヘンリー男爵は、イギリスの男爵位。過去に2回創設されており、外交官、モートン・イーデンが1799年に除された第2期のアイルランド貴族ヘンリー男爵位が現存している。法律家で、バース選挙区選出の保育党の庶民委員議員でも、あったロバート・ヘンリーは、1760年5月27日に、クレートブリテン貴族爵位のサウサンプトン州における、 ヘンリー教、ヘンリー男爵に助せられ、1761年から1766年にかけて大法官を務めた。その在職中の1764年5月19日に、グレートブリテン貴族クイサウサンプトン州における、ノーティントンのノーティントン伯爵に助せられ、1766年から1767年にかけては、スーミツ密院議長を務めた。 その息子である二代ノーティントン伯爵ロバート・ヘンリーも就職前にハンプシャー選挙区選出の保育党所属の庶民院議員に選出され財務省水敵官を務めていた。1772年に就職した後、1783年から1784年にかけてアイルランド総督に就任した。しかし子供がなかったため彼の死と共に ノーティントン伯爵くらいと、第一期のヘンリー男爵位は廃絶した。ヘンリー男爵家の邸宅であるスケール B 上、第三代順男爵サーロバート・イーデンの八尾で、第一期の初代ヘンリー男爵の後ョエリザベス・ヘンリーと結婚したモートン・イーデンは外交官として、欧州各国駐在の公使や大使を歴任し、 1799年11月9日には、アイルランド貴族借位ド同セット州における、チャードストックのヘンリー男爵に助せられた。その息子である、第二代ヘンリー男爵ロバート・ヘンリーは、就職前にフォーウィーン選挙区から選出されて、トーリー党の庶民委員議員を務め、1830年に就職した後、1831年に直居を得て、生を、 母方のヘンリーに改正した。その息子である、第三代ヘンリー男爵アーサー・ヘンリーは、就職前に、ノーサンプトン選挙区選出の庶民議員議員を務め、1885年6月28日には、連合王国貴族爵位ノーサンプトン州における、ワトフォードのノーティントン男爵に助せられ、貴族院議員に列した。その末息子で、第六代ヘンリー男爵を継承するフランシスは、 1925年12月に、平型夏院証書で生をヘンリーからイーデンに戻した。その息子である7代ヘンリー男爵マイケル・イーデンは、自由党の幹部であり、党のプレジデントやチェアマンを務めた。2019年現在の当時はその息子である第8代、ヘンリー男爵オリバー・イーデン。現当主は1999年の貴族院改革で、 世襲貴族の議席が92議席に限定された後も、世襲貴族枠の貴族院議員に選び残された。ヘンリー男爵家の紋章のエスカッシャン部分、ノーティントン伯爵。ありがとうございます。